もし、自分が何かの動物になるとしたら何になりたいですか？猫。まあすごく自由に、自由気ままに、うん、生活してるし、どっちかというと僕自身もそういう感覚があるので、方ですよ、きっと。慣れたらというよりも、実際そんな感じかなって。もうすでに。はい。羽生選手ですが、この後の活躍、そしてこの地元での NHK 杯、うん、超嬉しいです。これ羽生結弦選手がオリンピックシーズンのショートプログラムで、ここにガンマークがあるといつも猫の気分になる。猫好きです、ね、アレルギーです、ね、ルコちゃん、羽生さんだよ。自宅の再建が終わるのはまだ先。かわいい癒し。羽生結弦選手をメルメルにした癒し、それは猫。かわいい。かわいい。うん、かわいい。すげえ幸せ。猫も嬉しいよね。実はブログで一番好きな動物は猫です、と公表するほど大の猫好き。へえ、そうだったんですね。取材の合間もなでなで。昼間からゴロ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 。ああ、羽生選手になでられ続けたいにゃー。猫に生まれてよかった。優しい雰囲気が伝わったのでしょうか。この子の辞書に警戒心の文字はなくなりました。ちなみに猫がお腹を見せるのは相手に気を許している証拠だそうです。3分以上も癒されていたご両人、超一流アスリートの貴重なリラックスシーンでした。猫かなと思ってました。